どうも、母ちゃんです。ということで、今日は、菜花を使った料理っていうのをしていきたいと思います。でね、この動画で菜花の収穫方法っていうのも説明しました。で、この時にちょっと話したと思うんですけど、菜花、花が咲いてるやつは、まあ家で食べるよっていうことを言ったんですけどね、このね、花が咲いてる菜花が、こんだけね、今あるんで、しかもね、この菜花、全然食べれます。なので、今回ね、こういう売れないこの菜花を使って、この料理していきたいと思います。皆さんのお家でも菜花食べると思うんですけど、おすすめのね調理方法とか好きな食べ方あったらぜひコメント欄で教えてください。では早速この菜花を使った料理っていうのをしていきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、ということでね、早速この菜花を使って料理していきます。でこちらね、菜花となっていてね、時間が経つにつれてこうやってね花っていうのが咲いてきます。でこういうものはあまり売らないようにしてるので、まあ、自分の家で食べるか、まあ、多い場合、全然多い場合っていうのはもう捨ててしまいます。でこの菜花ね、花が咲いてるんですけど全然ね美味しく食べれるので、これからどのようにして食べていくのかっていうのを説明します。でまずこの菜花っていうのをたくさん出してください。まあね、4本ぐらいね今取り出して、一番先のここの部分っていうのはちょっと収穫してから時間が経ってしまってるので、こんな感じでね一番端カットします。でそしたらまあね、このぐらい 2,3 センチ幅ぐらいにこうやって切ってきます。こんな感じ で切れましたよ。でこの時に菜花の葉っぱちょっと枯れちゃってるやつとかも出てるので、そういうやつはこうやってむしってください。で僕はもうあんま気にしないのでこのまま食べちゃいます。でこれをまず一回お湯で茹でていきます。まあちょっと塩ね、塩だけこうやって先に入れて、塩気がねあった方がいいので塩だけ入れます。ちょっと入れすぎたかな。で沸騰してきたらこれをね、茎の太い部分から茹でてあげましょう。で残りのこの菜花っていうのも今切っていきます。でねこれね、菜花ね今煮ている状態なので、まあ、2,3 分ぐらい軽く湯通しします。で 2,3 分湯通ししたらこんな感じでね、ちょっと鮮やかな緑色になると思うので、このままねもうちょっと煮ていきます。でこれできることなら、この茎の軸の部分ね、この軸の部分とこの上の葉っぱの部分っていうのは火の入り方が違うので、まあ、皆さんはねできるだけこの分けてやってった方がいいと思います。で僕はなんですけど、ちょっとめんどくさいのでこのままやっちゃってます。で、まあ、大体ねこんな感じでブクブクなっていい感じにね色鮮やかになったので、こちらね一回火を止めて沸騰しました、ね、でそしたらちょっとザルかなんかに入れて水に入れて冷やしてくださいということで、ちょっとね僕も水に入れて冷やしていきます。はい、ということで次ね、菜花とこのねイカを使ってちょっとね和え物っていうか、いい美味しい食べ方があるので、ね、こちら紹介します。菜花を茹でた後はこちらイカあるんで、イカをのさばいてほしいです。でさばく気なかったんですけど僕イカを、でももうスーパー行ったらこの丸々1匹しか入ってないやつが、丸々1匹しか入ってないイカがあったんで、これにしました。でこれね船って言って、イカに硬い骨みたいのがあるんで、まずこれ抜きます。でこれ抜いたらこのね背わたっていうのがこのイカの中に入ってるので、それをね抜きます。引っ張ってくるとニュルニュルニュルってこれ抜けました、背わたが。でここは僕あんま好きじゃないのであんま食べないんですけど、切っちゃいます。でも全然ね食べ方、背わたが好きみたいな人とかもいるんで、けど、まあ、今回はねこれ食べないです。でここに炭袋とかもあるんで、この炭袋割ったらね炭出てきてしまうんで気をつけてください。しっかりねこの中までねこうやって確認して、中大丈夫かなっていうのを確認してください。でこれは切れました。でまあゲソです。
で目玉もねちょっとあれなんで今回はね除いて、まあ、ゲソはゲソで食べます。でこのゲソもこのね吸盤みたいのがあってそこにねこうなんかプラスチックみたいな部分が存在しているのでそういう方嫌だと思うのでそれもねしっかりと取っていきましょうということで一回このゲソとねこの身洗っていきます。はいね、ちょっとゲソとかねいろいろ下処理してきました。で下処理できたら一回ね先端は切り落としてしまって輪切りにしていきます。こんな感じにね輪切りにしてこれをちょっと並べてねあとで塩コショウっていうのを打ちますのでこうやって並べといてください。このゲソをね使いたいのでここに口があります。トンビって言ってこのめちゃめちゃ硬い口があってここでね貝とかこうやってむしゃむしゃ潰して食うトンビっていうところがあるのでこの辺もね食べれないので捨ててください。でこれ捨てたらこの上ぐらいでもバスッと切ってここもねちょっと後で食べます。でゲソはね、まあ、2本とかでこうやって切っときましょうか。でこんな感じで切れましたと。そしたらここに塩コショウっていうのを打ってください。で塩コショウこうやってね打っていきます。でここでねバターを入れてあげます。でバター入れたら火つけてこうバターが溶けるまで、ね、待ってください。あと味の決め手このアンチョビね、アンチョビもできればね皆さん用意してほしいです。アンチョビもまあ入れます。そしたらねこのイカどんどん入れてください。これくだイカ、イカまんげだ。こんな感じでバターと一緒にこのねイカを炒めてください。でこれいい感じね今イカに火が入ってきたんでこの上にね菜花ドーンって先ほど炒めたやつをこうやって入れてきます。で今回ねこれで終わりではなくてまたねこのバターっていうのを入れてきます。ここにバターを入れて溶かして最後に醤油で味付けしてください。醤油でこの下にまたバターをやって醤油、ね、少々適量入れてバター醤油みたいなのを下で作ってあげてこれにね全体を絡ます。食べてみます。つまみ食いめっちゃ美味しいです。こんな感じで軽くさって炒めたら最後お皿に盛り付けて完成です。これがね菜花とイカの炒め物和え物みたいな感じでバター醤油仕立てになっています。皆さんもぜひねこの菜花手に入りましたらイカと一緒にね、まあ、僕の手順真似してやってみてください。ね、早速食べていきたいと思います。まずこの茎の部分ねだけでいただきましょう。うん、噛み応えあってねしっかり美味しいです。じゃあこのね本命のイカと一緒に食べてみたいと思います。いただきます。うん、これです。このバター醤油とこのイカと菜花めちゃめちゃ合います。美味しいんでね、まあ、皆さんもぜひこれ作ってみてください。ということでね今回もありがとうございました。バイバーイ。